さあ、今日もね、元気よくやっていきましょう。ニューヨーク生まれ、西宮育ち、そして在住は東京というね、アークさんが今日も一日やっていきたいと思います。毎度アークです。よろしくお願いします。シューとりますけども、本日、マドンナです。なんかね、なんかニューヨーク系のなんかが出たっつってな、俺もよう分かってへんね。いっと気になるニューヨークバーガーズやって。気分はニューヨーク、ニーカツビーフバーガー、ペッパー&チーズとグリルチキンバーガー、ソルト&レモンが2月9日から期間限定で販売ということですね。まあニューヨークに行った気になれるというハンバーガーらしいのでね。まあニューヨーク生まれの僕からしたらね、久しぶりのふるさとの味ということで、早速紹介していきたいと思います。あーうめえ。あ、なんかずってる、なんか最近いつもカメラずってる気すんな、これ。ピカタラドーン、ニューヨークバーガーズ、イエーイ。ここのパッケージのこれイラストがなんかアメコミっぽいね。はい、こちらこのグリルチキンバーガーから食べていきたいと思います。ちなみにこのグリルチキンバーガーなんですけども、なんと単品440円、そしてカロリーがなんと499、もう500でええんちゃん。その1カロリーはあかんかったんかな。うん、グリルチキンバーガーソルト&レモンやからね。あ、香りしとる。あ、なるほどね。バンズ。わかるかな？丸じゃない。四角や。四角のバンズってことは、あれですね。僕が一回、代々木に旅に行った JB's 東京代々木。同じや。四角系や。あそこまたなんか新作いっぱい出てるらしいから、また今度食べに行くわな。うん。ってことで、早速一口目いただきます。うまっ。うまっ。一日中何も食べてへんからか、めちゃめちゃうまく感じる。いや、うまいんか。まあ、グリルチキンとソルト&レモンってことは、もうグリルチキンにレモンかけてるような、酸味の効いた感じ、まあ、美味しいじゃないですか。それにまさかのこのチーズがすげー合う。うまい。あ、好きやわこれ結構。ガーリック効いてるからちょっと味濃いけど、爽やかな一面も持ってるわ。うまっ。え、好き。これ好きです。このガーリック効いてて、ベーコンもしっかり味ついてるのに、重くない。やっぱレモン、いいね。うまい。うまい。うまいぞ。うまかった。やっぱハンバーガーのハンバーグみたいな肉よりかは、グリルチキンの方が圧倒的に食わへんからさ。すごい美味しく感じるのと、絶妙なバランスです。ガーリック効いてるけど、レモンの爽やかさと、で、意外とそれにチーズが合ってるっていう、これうまそうやわ。では、お次こっち行こうか。はい、で、こちらはですね、さっきのグリルチキンバーガーより20円高い460円です。高いのは値段だけじゃございません。カロリーも503カロリーでございます。じゃ、早速食べていくか。まあ、でも肉厚ビーフバーガー、ペッパー&チーズってもうなんか、大していつもと変わらなさそうですけどね。うん、やっぱりこっちも、バンズが四角ですね。それではいただきます。すごっ、ブラックペッパーガツンくるやん。やっぱこれもベーコン入ってるわ。ちょっと辛いの胡椒が癖になる美味しさとかよく言うじゃないですか。多分表現するならそれっすね。癖になる美味しさ、また行っちゃうみたいな。チーズこんな濃厚ってぐらい濃厚。ダブルチーズバーガーとかそういう、そんなんよりすごいチーズの濃厚さがあるね。うわ、これぞニューヨークみたいな感じなんかな、これが。ただ、僕こっちの方が好みですね。マクドっぽくないテイストだったんでね。ぜひね、期間限定なんでまた食べてみたらね。どうでしょうか。はい、ってことで本日もご視聴ありがとうございました。もしね、ほんと、ちょっと、あ、食べてみよう。あ、食べてみようかな。あ、でもいつもマクドナルドやけど、あ、こっちちょっとマクドと違う感じなんや。じゃあ食べてみようかなと思ったそこのあなた。もうぜひね、チャンネル登録、グッドボタン本当にお願いします。もう今年中にマジで4000人目指してて、もう本当にチャンネル登録のボタン、ペッと押すだけでいいんで、ぜひお願いします。言うて、うん、イエス。アクでした。今日これが1食目なんですけど、全然足りひんな。全然足りひん。ってことで、シャイニングスターどうぞ。シャイニングタントントンってターン。